what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going!
登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。をかたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうちこれは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。風と共に流れるだ。その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし急ごう。この世界の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。だってお前はこの世界の人じゃないからな。
ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えた、いい兆しだとオイラは思うぞ。行ったみたいだ。気をつけて進もう。
怖がらないで。安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？ご加護があらんことを。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それから、そのマスコットは何なの？全然違う！マスコットイカじゃないか！とにかく旅人よね。近頃、モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから、早く城に入った方がいいわ。そうだ！ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？準備完了。ねえ、得体の知らない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば、任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。
化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？おお、鍋の準備はできてるから腕前を見せて。こうやって切磋琢磨しながら料理できる機会は珍しいわ。
キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。では、いただきます。ごくり。思ったよりおいしい。君、やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕なら、もっと難しい料理に挑戦してみても。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから、君にあげるわ。え？いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから。君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。情報ありがとう。てっ紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン。モンドのジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。